皆さんこんにちは、大河桜井です。そして山本です。よろしくお願いします。お願いします。本日田原さん、ママゾンさんはお休みとなっておりますが、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。お願いします。ということで今日は、はい、鬼滅のコラボ、鬼滅の刃コラボ、こちらのガチャゲンのね、ガチ評価の方をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まず第2弾ガチャゲン、煉獄杏寿郎さん、はいですね。はい、まあ赤座でも大活躍しました。大活躍ですよ。はい、もう煉獄さん、はい、ヘルイナキ強さめっちゃ強かったよ、しておりました煉獄さんなんですけれども、はい、強いっす。強いよ。はい、間違いなく大当たりと言ってもいいんじゃないでしょうか。強い強い強い。はい、まあなんかやっぱ赤座もやって思ったのが、耐性 M っていうのがあまりにも強い。いや、僕もそこがね、一番特徴的だとは思いますね。うん、もう最初はね、やっぱりこの火力面の方に、まあ、超ダメを貴族性キラー、超アップ、そして、まあ、底力っていう火力面の方に目がいってたんですけど、まあ、あと超バランスでね。はい。はい。まあ、すごい、まあ、殴りももちろん強いんですよ。でも、この耐性の硬さが、これもこの高難易度でも、かなり活躍していけるなっていうふうに感じましたね。他のなんか貫通の殴りキャラとやっぱ差別化できるところっつったら、やっぱりこの耐性 M なんじゃないかなっていう感じがしますよね。一体ということで、そしてまあストライクショットもね、まあかなり貴重なものを持ってますので、ワンパンもできるしっていう、まあワンパン系ですからね、はい、これは迷うことなき、うんうんうん、これはまあ結構息長いというか、しばらく使っていける性能だと思います。なんか一番怖いのがライダー的な感じなポジションに行ったら怖いなって感じっすよね、こいつは。なんか後日ワンパンしてくよみたいな、ね、そうそうそう、なんか無視してみたいな。今のライダーそうじゃん、はいはいはい、水の環境、うん、後日全部ワンパンしてっちゃうからさ、うんうん、ライダーやべえってなってるから、そのポジションに煉獄さんが行くかどうかっていう話になると思うんですよ。うんうんうん、どう思います？行かない？まあわかんないです。そうだから、まあ、おかしくないですね。そうだから、はい、そう未来的な話しちゃうとわかんないっていうね。うんうん、まあ、パワーポールとかね、ステージになってくるとね、このこういうストラクションとは、まあ、やっちゃうんじゃないかなとは思いますけれども。でそういうシステムだったらいいよね。うん、そのランダ系だからさ。でもライダーみたいに動いてから必中でボス行くってわけじゃないから、そこの使い勝手がちょっと難しそう、ね。そうそうそう、ライダーになり得るのかな、どうなのかな、これからみたいなところかな。なんかストラクションとを見なくてもやっぱりこのキラー、そうだね、ある時点で強いかなとは思います。まあこの特にワープラインでね、うん、ダメ音活躍してきそうですね。はい、そして禰豆子、はいはい、まあこちらも、まあ、先日のね、牛太郎&ダキでも活躍しましたけれども、はい、キラーが乗るステージではマジで強いと思った。ダブルキラー、うん、ああ、魔族キラー。うん。魔族キラーが乗ったらもう3倍だからね。さすがに、まあ、に強いですね。うん。さすがに鬼だったわ。2つ乗ったら。まあちょっと狭すぎるけどね、魔族キラーは。まあ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 。うん、そうですけれども。っていう感じだね。そこではかなり使うと思う。魔族降臨では。うん。うん。まあそれ以外でも、まあダウンポジションキラーっていう、まあ全ステージで使うことができるキラーは持ってるので。はい。はい、全くその使わないっていうわけじゃないかなとは思います。友情が強いですね、あと。うん、で、まあ、割合エセスは強烈、はい、だったと思います。 40% この 40% の手前のさ、蹴りももうちょっと強かったらよかったね。あれもあれ直殴りじゃないんだけで、うんうんうん、なんかそういうステージだったらもしかしたら強いかも。そうなのかな。うん、なんかあんまり強い印象を受けないんですよね。まあ大概今の難しいところ直殴りだから、うん、ちょいってなっちゃうんだよな。そうそう、うん、なんかね、ステージによってはあるかもしれないね、あそこでの活躍が。なるほどね。うん、でも直殴り倍率じゃないっつうのが問題だから、メインは 40% 割合になっちゃってるのかな。うんうんうん、でも今大人気のアンチ減速壁ついてますからね。そうですね。で、鋼鉄のサマへの適性があるし、あのラインって今反射だと茨城同士がまあ多分抜けてると思うんすけど、うんうんうん、まあそんな目立った反射キャラがね、今のところいないんで、まあこれから将来的になんか限定とかで多分接待が来るかもしれないけど、現段階では特に茨城持ってない人は貴重な存在になり得る、うんうんうん、っていう感じなのは評価できるかなと思います。やっぱダメを減速壁っていうラインが増えてくる、でもまあ限定で多分きっと出るから、
多分限定だろうね、うんうん、次出るならこのラインは。あのそれとセットで、あの、まあ、そいつが接待されたらネズコもいけるよねみたいなね。うん、そうだね、はい、それはあるね。まあ、サマのちょっとシステム的にも、うん、まあ、ネズコの割合も安定したダメージ出せるのは強いのかなとか思ったり、まあ、とりあえず今はサマ用っていう感じなのかな。サマに2回かませばサマは死にますからね。そうあとリジェネだからね、ネズコをいっぱい積むと、うんうん、あれですね、リジェネが安定感あるかなとか思ったり。なるほどなるほど、うん、っていう感じかな。俺結構ネズコは好きな性能ですね、はい、久々はなんかスピード型だけど、うん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 、そう最近バランス型好きがちだったけど、確かに、うん、スピード型でいいキャラだなと俺は思ってますね。そして、はい、宇髄天元さん、はいですね、はい、まあ趣味かなとは思います。趣味キャラかなと思います。まあ、うん、なんか基本的になんかなんだろう、高難易度というよりは、うんうん、その普通の降臨で友情キャラとして使っていくっつうのが、うんうんうん、まあ、メインにはなってきそうですよね、うん、まあ、なんか少なくともアタッチボムは強いっす。アタッチボムはね、うん、本当にそのちゃんと友情が通るステージ、うん、属性効果アップとかないステージだったらね強いと思うんで、うん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 、まあ、爆発持ってるっつうのも自己完結できてていいのかなとか思ったり、うん、まあ、でも優秀な活躍ではありますね。うん、普通にいい、うん、で自供価格に何回目2倍もらってんだっけ、うんうんうん、意外と殴り強いっていう。なるほどなるほど。でソステが3万もらってるから、なんだろう、まあ一応そのダメを毎水って結構強いキャラがいるんですけど、うん、光属性って、うんうんうん、まあ大好きなガネーシャ、ガネーシャだけどジュリエットもね一応引っ込もってるからね、うんうん、出たか、うんうん、結構なんか殴りでもライバルが多いんでね、うんうん、そこがどうなってくるかなって感じですけど、除隊所レジストがあるからね、うん、あの宇髄天元だとすごい気持ちよく攻略できるなっていうクエストは今後出てきてもおかしくないとは思います、まあ、混乱とかね、露骨にうざいやつとかね、うんうん、まあ、感染毒とか、うんうん、そういう状態条件にはかなり強い、他のキャラとなんか差をつけられる部分もあるので、まあ、弱くはないですよね。弱くはないと思う、うん、はい、そんな感じです。はい、じゃあ第1弾の中心画回も見ていきましょうか。はい、炭治郎、炭治郎、はい、炭治郎ね、思ったより強い。普通にスペックはありますよね、うん、超満員ってやっぱすごい。超満員は偉いですよ。超満員なんかすごいし、なんか重力もらってるし、はいはいはい、で、まあ、あの、まあ、全員がね、あの超バランス型なわけじゃないですか。ですね、うん、あのやっぱこうパッて使ってみたとか見た時の、うん、やっぱあのなんかストライクショットの、まあ、ワンパンじゃないんかいみたいなね感じとか、うん、でちょっとその気持ちを下がったかもしれないんですけど、思ったより強い。普通に当たりだと思いますこいつ。まあなんだろう、炭治郎なんかワンパン SS とは言いづらいけどね、結構威力出るし遅延入ってるし、なんだろう、ワンパンも一応できるけどさ、あ、違う違う、あのワンパンじゃないんかいっていう、あーあー、ごめんごめん、そう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 、期待、うん、期待があったと思うんだよね、重心が返するって時にね。あ、何も性能発表されてない時に、そうそうそう、で、まあ、使ってみた動画出、はい、た時にワンパンじゃないんかいっていうのがあったよねっていう。あ、すいません、はい、ないですね、はい、一応10倍かかってますけど、はい、できるところはありますけど、うんうん、っていうことで、まあ、ちょっとね、評価下がってたのかなっていうふうに思うんですけれども、そん時見た感じよりも使ってみると全然強いっていうことが言いたかった。なるほど、はい、です、まあ、僕もそんな感じです僕もそんな感じですはい、はい、まあ、友情が俺、友情弱いです。あんま好きじゃないですね。ただ殴りの汎用反射キャラとして使っていくかなっていう感じなんで、うん、特にやっぱ初心者の方は引いたらすごいいける幅が広いのでいいキャラだと思います。いいですか、炭治郎は。うん、大丈夫です。はい。富岡義勇さん、魔法陣ブーストになって SS も短縮して友情ブーストです。はい。その他はまあほぼ変わってないということですね、うん、まあなんか富岡義勇さんって結構前から使ってる人はめっちゃ使ってるし、はい、使ってない人はまるで使ってないみたいなキャラだと思うんですけど。そうですね、うん、今回もそんな感じなんじゃないかな。まあ、その当時よりも
まあ単純に友情が 1.5 倍で、まあ、魔法ジンデレステージだとさらに 1.5 倍っていう強さしてるんですけど、なんかそれだと抜けないんだなって思いましたね。うん、他を他を、まあ水属性、うん、友情の話だよね。友情、うん、今友情キャラは水は強いキャラがね、うんうん、特にネオとか最近の時歌ってるんで、うんうんうん、だからやっぱそこと比べちゃうよね、やっぱり現環境だと。確かに。なのでそこでは多分勝負できないんで、なんかちょっと友情ブーストじゃないくて違う方向で強化してほしかったなっつうのが素直な気持ち。確かに、うん、なんかそう友情に割り持ってかれちゃってるのがちょっと もったいないなっていう、うん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 、まあ、だけどまあ使えば強いんですけどね、安定して使えば強いね、うん、使えば強いけどちょっと一番上を見ちゃうと比べちゃうとみたいな感じ、うん、弱くはないですけど。未開強かったっすね、シュリンガーランとこね。ね、うん、未開の26と、うん、あと最新の31でもバチバチ適正なんで、うん、ほう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 、あの俺はギルさんかなり評価してる、うんうんうん、その殴り面とそのアビリティでちゃんと今行けるところ、ゲンタが行けるところに連れていけるんで結構評価はしてる。なるほど。ただただその友情ブーストの部分がちょっともったいない、なんか他の部分に振ってくれたらもっと良かったなって感じで、もっと良かったってだけだから、まあ、うん、今でもまあ悪くはないかなと思ってるんですけど、まあ、これが例えば弱点キラーだったりとかね、あ、そうそう、汎用的な、ね、キラーだったらもっと使いやすかったなっていう感じかな。 SS とかにもねいい感じに使えて、うん、SS が特徴的じゃないですかこいつって。ナギね、ナギ、まあ、自強化が 2.4 倍、うん、だけど魔法陣ブーストと掛け合わせられなかったりね。そうね、なんかちょっと噛み合ってないんだよね。こいつの一番強い部分と噛み合ってないからもったいないなと思うだけで、まあ、でも使ってると強いっていう。超アンチ魔法陣が良かったですね。あ、なんですかそれは。新しいやつですね。SS 言ってるニワトリっすね。あ、言ってたね。なんだっけそれ、新春のやつだっけ。まあそんな感じで、はい、マギューさん、まあ本当超バランスになっただけで嬉しいですね。でも、はい、あの賞使わなくても、うん、しのぶさん、はい、まあ友情がすごい強くなりました。ハイグロスティンガーになりましたね、うん、あと中距離貫通六角さんがこいつだけと、うん、でまああのやっぱ特徴的だった SS は勝ってはいないんですけれども、はい、まあ、ここも悪いことできるかもねっていう感じですね、はい、普通にあの普段使い系だとは思います。でブロックが追加されたんで系統も増えた、いいよねこれ。今の闇属性最高峰の友情コンボだと思ってるんですけど、個人的には、うんうん、間違いないです。闇属性って言ったら機長がいるんですけど、うん、機長は反射なんでね、そうそうそう、うん、使いやすさって面でも忍が上回るとは思うし、ギミック対応もマインブロックダメオッツのが個人的には結構好み、うんうんうん、これのおかげでどこでもう連れてけるかな基本的にと思うんで、すごく胡蝶忍は今回重心化回の中では上げ幅あったんじゃないかなって。そうです ね、 ですね、やっぱりこれは一線級の友情だもんね。うん、これはどう考えても一線級だと思うし、うん、最悪コネクトはあるけど発動させなくてもいいじゃないっていうのが、うんうん、まあ、基本的にその雑魚狩りだったら、そう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 、別にダメを当たってもいいし、ないところ行くところも多いし、貼られる前に倒せやいいみたいなステージだからね、大概今の通常コンビは。はい、ということで強いです。はい、そんな感じです。みんな違ってみんないい。うん、まあ普通にその俺は結構、うん、なんか俺結構いろんな人の意見聞くけど、うん、なんだろう、鬼滅コラボは結構性能抑えられたなっていう感じ言われてますけど、うんうんうん、まあ、普通に強いかなとは思いますね。ただただなんか適正もらってるところが少なめ、うんうんうん、結局それだと使わないからみたいな感じで評価落としてるのかなっていう感じだけで、うん、うずい天元さん絶対クエスト出してほしくない。とりあえずまあ近畿25っすと、あと何かしら欲しいよね。今さ、煉獄さんと禰豆子やられたじゃないですか、うん、はい、もう一個お願いしますよ。煉獄さんできるところお願いしますよ。煉獄さんじゃない、天元のできるところお願いします。まあなんかなんだろう、天元とかさ、その煉獄とかさ、うん、まあ禰豆子もそうなんだけど、うん、俺的にはなんか控え的なんかそういうコンテンツに刺さってきそうかなって。宇髄天元さんは、あ、全員天元やら全員、そうそうそう、はいはいはい、
なんだろう、今のところだとやっぱモンストってやっぱステージ足りてない状況がずっと続いてるから、そうですね、やっぱ新しいコンテンツでやっぱね、うん、そのアビリティラインが来てくれたらなっていう感じがしてます。まあ、そもそもなんかね、バクムズクエストがね、あの連打というか仕事ありそうっすからね、まあ、されてほしいですよね、うんうん、強いキャラはいるのに使うステージがないっていうのがね、まあ、現状ですからね。そう、なんだっけ、炭治郎に関しても煉獄に関しても、うん、そのアビリティラインだったら一番強いみたいなのが存在するからね、だからステージが増えてほしいかなって思う。はい、うん、といった感じでした。どれが一番お気に入りですか？ねずこ、うん、煉獄さんかな、うん、うん、煉獄さん、ちょっと忍ぶか迷った。うん、まあどっちも強いです。うん、ねずこは意外だわ。うん、まあねずこ、うん、シンプルに強いかなって、うん、俺は思ってるんですけどね。やっぱ割合で安定したダメージとリジェネも偉いし、リジェネなんかすごく偉く感じちゃうんだよな、10シリーズ以来。まあ本当にね、特に4体とかだと全く1に減らないからね。まあ、キラー持ってるし、なんか久々になんかこのスピード型でもなんかいいなって思えるキャラだったんで、僕は、はい、ネズコ結構持ってないですけどね。あ、持ってないんだ。引けなかった。なるほどなるほど。だいぶ引いたんですけど残念。まあまだチャンスありますからね。まあ特段まで得したいと思います。はい、ということで以上でございました。我々メンバー限定放送もやっております。今月は、29日火曜日の20時からを予定しておりますので、よろしければそちらの方もチェックしてみてください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。